キバナウツギは、スイカズラカタニウツギ属の落葉低木。樹高は2から3メートルになる。よく分子し、樹皮は、灰褐色。若い枝は、緑色で開けで上が2列に生える。葉は耐性し、傭兵は、ほとんどなく、葉芯は、長さ3.5から9センチメートル、幅1から4センチメートルの卵状大円型で。 葉の先端は急に細く伸びて、鋭く尖り、基部はくさび型、または円形になり、円には、巨子がある。葉の両面に毛があり、特に裏面の中央脈状にあるカイデゲが目立つ。下記は4から6月。枝上部の溶液に、少数の花をつける。額は早落ち性で、長さ8から15ミリメートル、毛があり、唇状に、中、新裂し、上側の三列片は、 長さ3から4ミリメートルと短く、下側の2列編は2新列する。果敢は単行色の金上ロート型で、長さ3.5から4.5センチメートルになり、先は5列し、下側列編の中央部は黄色になり、大々色の毛上門がある。湯水は5本あり、果敢の上部につき、それぞれの役は1列に合着する。中刀は円盤状で、 計2から2.5ミ、mm、リメートルになる。果実は、果てで、長さ1.5から3センチメートル、計2から3ミリメートルの細い円筒状になり、こなすと二列し、先端は離れる。種子は、長さ2.5から3.5ミ、mm、リメートルの楕円型になり、周囲に短い翼がある。日本特産。本州の北部から中部に分布し、湿った産地に生育する。 秋田県太平山を北限とし、長野県南部を西限とする。バナうつぎは黄色い花を咲かせるうつぎの意味。俗名のワイジラはドイツの植物学者クリスチャン・エアンフリート・ワイゲルにちなむ。種商名のマキシモックスブはロシアの植物学者マキシモビッチへの県名。同族のウコンうつぎに似る。ウコンうつぎには花柄があり、花の後も額が残り。 劣化した、果ての先端が繋がっているが、木花ウツギには、花柄がなく、額は早落ち性で、劣化した、果ての先端が離れることが、相違点である。また、ツクバネウツギ族のツクバネウツギに似るが、ツクバネウツギには、プロペラ状の額編がある。ありがとうございます。